石積み式の溶壁溶壁は土壌の安息角を超える大きな高低差を地面に設けたいときに土壌の大圧にこうして斜面の崩壊を防ぐために設計、構築される壁状の構造物である。土留めと称されることもあり、一般に土止めは簡素で一時的な構造を、溶壁は本格的で長期的な構造を指す。溶壁の内部構造溶壁は土壌の大圧を受け止める。 このため地下室の壁は溶壁の一種である。溶壁は緩い土壌によって発生する大圧と場合によっては水圧にも耐える必要がある。溶壁にかかる大圧は上端での例から下場での最大値まで比例的に増加する。溶壁に働く圧力の合計は三角形の分布パターンの重心である地面から3分の1の高さの地点に働くものと考えることができる。 溶壁を適切に設計し施行するために最も重要なことは溶壁によって抑えられている物質は重力の働きにより前方そして下部へと動こうとする性質があることを理解しそれに対処することであるこの重力の働きが溶壁が抑えている物質の内部的な摩擦角度と引っ張り力に依存する水平方向の度圧を生み出す圧は溶壁の上部で最も小さく 株に行くにつれて大きくなる。土圧はもし溶壁が適切に施行されていなければ溶壁を前へ活動あるいは転倒させるように力が働く。溶壁の内側の地下水が排水機構によってうまく処理されていなければさらに清水圧が溶壁に働く。溶壁背後の排水を適切に処理することは溶壁の性能に影響するためとても重要である。 土壌から排水することで、静水圧が減少あるいはなくなって、溶壁内の物質の安定性を大きく向上することができる。また溶壁が水の力を支える必要がなくなる。アメリカの IBC 基準では溶壁について、点灯、活動、過大な基礎圧力、水位の上昇に対して安定性を保つように設計することを要求している。 そして水平方向の活動と転倒について安全率を1.5に設計するように求めている。擁壁の材料を工場等で生産して現場に持ち込んで組み立てるものを総称してプレキャスト式擁壁と呼び現場でコンクリートを打つなどして建設するものを現場打ち擁壁と呼ぶ。日本道路協会の道路度一擁壁講師審によると 溶壁の区体に使用するコンクリートの最低設計基準強度は、無筋コンクリートが 18N 平方ミリメートル以上、鉄筋コンクリートが 21N 平方ミリメートル以上と定めている。自治体によっては、使用所で現場打ちコンクリート構造物の標準的な設計基準強度などを定めている。無筋コンクリートの重力式擁壁の設計基準強度は 18N。 平方ミリメートル、鉄筋コンクリートは 24N、平方ミリメートルと規定していることが多い。擁壁の天場に付属施設として、ガードレールを設置する工事の場合、ガードレールを擁壁天場に直接設置する場合は、埋め込み深さを40センチメートル以上とし、補強筋を配置することを原則とするという決まりごとがある。従って、補強筋を入れずに執行すると、 断面欠損につながってしまう。各種の溶壁工技の重力式に含まれる溶壁の種類、左からコンクリートブロック積み、石積み、現場打ちコンクリート石やコンクリートブロックを積み上げて、その間にセメントやモルタルなどを充填しないものを空積み式溶壁と呼ぶ。簡素なものであり、造園用などで利用されることがある。石やコンクリートブロックを積み上げて、 その間に、セメントやモルタルを充填して、堅固に連結したものを、レン積式擁壁と呼ぶ。大きなものになると、下部にコンクリートを打って、堅固な基礎を構築する。石やコンクリートブロックの重量で大厚にこうしているという点で、空積式もレン積式も、重力式の一部であるとみなせる。重力式擁壁は、重い材料で構築されており、 その重量で背後からの圧力に交する構造である。大抵の場合、安定性を改善するために下部が前に、上部が奥になるような斜めの構造になっている。重力式溶壁を直接斜面に施行できない場合に、斜面から離れた場所に構築して、崩壊時の土砂を受け止めるものを、待ち受け式溶壁と呼ぶ。地山が比較的安定している時に溶壁だけで自立せずに、 地山にもたれかかるようにコンクリートを打って形成することがあり、もたれ式溶壁と呼ぶ。控え壁のある型持ち良式溶壁型持ち、良式溶壁は鉄筋コンクリート製の L 字型あるいは逆 T 字型の構造を有する。大きな基礎部分を持っており、背後から水平に壁を押し出す力が基礎部分を持ち上げる力に変換されるようになっている。 基礎部分は溶壁が支える対象の斜面に埋め込まれており、斜面自体の重量で基礎部分が抑えられる仕組みになっている。強い力に耐えるために水平な基礎部材と垂直な壁の部材を連結する控え壁と呼ばれる部材が取り付けられることもある。霜が発生する深さより下に頑丈なコンクリートの基礎を必要とする。この方式は 重力式溶壁に比べて使用する材料が少なくて、済む、とこぼり量が少ない、工場性であり、品質が安定し、工期が短縮できる等の特徴がある。シートパイルの壁シートパイル式の溶壁は、空間に余裕がなく軟弱な地盤で、一般的に用いられる。シートパイルは、鋼鉄やビニール、木材などで作られた中上の部材で、地面に打ち込まれる。 簡単な計算法では、用いる部材の3分の1を地面に露出させて、3分の2を地面の下に埋め込むが、環境によってこれは変化する。シートパイルが高い場合は、背後の土壌にアンカーを打ち込み、ケーブルやロッドで壁と連結する。アンカーは、土壌が崩壊する場合に崩れると考えられる目により、奥にまで打ち込む。アンカー式は、 前述の広報のどれとも組み合わせて用いられ、背後の岩盤や土壌にアンカーを打ち込みケーブルなどで固定することで補強する。通常は、アンカーはボーリングなどによって埋め込まれ、ケーブルをこれに連結するか圧力をかけたコンクリート。技術的に複雑であるが、高い圧力がかかる場所や、溶壁を薄くする必要がありそれだけでは、強度が不足する場合などに有用である。いげた組溶壁は、 コンクリート製や木製、鉱製などのいげた状の枠を積み上げて、その中に採石などを詰めたものである。透水性に優れているので、湯水などが多い場所に使用する。ネーリングは、鉄筋補強度工法とも呼ばれ、補強材料は、事前に穴を開けておいてグラウチングされるか、あるいは穴開けとグラウチングを同時並行で打ち込む。新材は、通常、 わずかに下に傾けて打ち込まれる。表面はコンクリートを吹きつけられることがある。詳細は、ヘビカゴを、参照ヘビカゴは、鉄線の網などの中に採石などを詰めたもので、保護したい場所に積み上げて使う。内部からの崩壊の力を支えるとともに、外部からの侵食力に抗する効果もある。詳細は、補強土壁工法を、参照補強土壁工法は、 ジオシンセティックなど補強用の材料を地中に埋め込み、これによって土壌を人工的に強化したものである。補強材は内部のん断力に対して単純な重力式用壁以上の抵抗力を与える。他の方法としては金属の帯状の構造物を打ち込むものがある。この補強方法では通常のり面の壁が必要である。のり面は微細な動きを許容できる。 プレキャストのコンクリートユニットがしばしば用いられる。ノリメント強化された土壌の重量が重量式溶壁のように働く。補強された部分の重量は、それより背後の度圧に耐えるだけの十分大きなものでなければならない。溶壁の高さの50%から60%程度の幅が最低でもなければならず、傾いている場合などにはそれより大きくしなければならないこともある。 ありがとうございます。